縄でつなげた鰹節を眺める女性を表した明治時代の浮世絵版画。1868年に刊行された豊原国親の当世32層相談が整いそう。紙にはコウモリの装飾がついたかんざしを刺して麻の葉模様で飾られた着物を身につけて袖に手を隠した若い女性が顔を向けている。その視線の先ではいくつもの鰹節が麻縄で結ばれて長く連なっています。鰹節は江戸時代には武家階級においても贈答品として最高級の品でした。また鰹節は結婚の申し込みの印としても贈られていました。嬉しそうな表情を浮かべているように見えるこの女性は、結婚の相談がまとまって男性から送られてきた鰹節を幸せな結婚生活を夢見ながら眺めているところなのかもしれません。